あのすいません。は。いやここ。は。いや違う。違いますよね。え？違いますよね。それ。いは。え？違いますよね。違いますよ。いやオタクですよね。違いますよ。絶対そうですから。いもう絶対ってことありえないし。違いますよ。うちじゃないです。は？うちじゃない。ここに出しました。え出されて受け取りましてお返ししました。はい。 いや返したときにこれがついてたんです。いや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 襟。いや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 絶対これそうでしょう。襟でしょ。襟襟ですよね。襟がう襟だったら違います。あのあの証拠見せましょうか。証拠です。証拠見せましょうか。はい。ああのもうこれでグーの音も出ませんよ。いいですか。グーの音は出ますよ。絶対出ませんから。グーぐらい出ますけどね。いいですか。あのグーの音ってちょっとスマホ見てもらっていいですか。スマホですか。はい。見てください。違います。あなたの歯。 なんであなたのスマホを見て今このタイミングでそういうところがおかしいと思う。 一つ一つちゃんと細かく言ってくれたわ分かんないでしょ世の中の人みんなスマホ持ってるでしょなんて名前でしたっけクリーニング屋片寄クリーニング店です片寄クリーニング店です個人経営ですよね個人経営ですよそれも見ないで来てるんですか何しに来てるんですかたまたま入ったんです近所の人はそうですかそしたらこのありさまですよこの仕様はいスマホ見ましたよだからなんであなた自分のスマホを見て誰のスマホを見るか言っていしほたしですい お願いします。結構何か結婚。ここ。はい。これ日付。先週の日曜日です。でこれ私パーティーの時に着てますこのシャツ。この時ついてませんよね。いいパーティーですね。はい。いや今パーティーがどうかって話じゃないですよね。出版記念パーティーですか。分かってますか。そうですよこれ。そうですよね。それは作家なんです。そうです。私あの作家なんです。あ。 これ、私本好きでね、<laughs> あの本好きだったら、私のこと知ってますよね。知らないです。<laughs> 芥川賞を取ってます。あ、そうですか。<laughs> そうですかって。そういう本好きな人いませんよ。いや、自分から言うの、はちょっとそういう品格として、どうかなあと思った、ね。<laughs> い,やいやいや、ごめんなさい。こういうタイミングだから、こういうふうに言っちゃいましたけど。あの、あ、一応それはあのれ。あの、本、本、これ、これ出てますから、これ、のあの、買ってください。これ、どれですか。これです。 れ暗黒の騎士暗の騎士ああ買いません買いません申し訳ないけど買いませんですか買買っってててるんんですすよこここにれれくだいませんありがとうございますどこが良かったか言ってみてくださいえどこが良かったかそういうのは言いませんそういうのは言いませんじゃあ読んでないんだ読まし読まなかったらここにあるわけないでしょ何のためにあるんですか本棚の清掃埋めるためですかありがとうございます馬鹿じゃなかろうか全く。 で、何の用でしたっけ?。だから。はい、出版記念パーティー。その時に着てた記念のシャツなんですよ。はい、<ら>おめでとうた。ありがとうございます。よ、うん、っと。ありがとうございます。前作は。滋賀にもかからなかったですね。筆を折るんじゃないかと心配しましたよ。え?。あなたは。私の前作読んでたんですか?。読んでましたね。残念ながら。タイトル言ってください。タイトルですか?。はい。ほら言えない、ワイシャツと。 ペンン先とインク,リンクあれは良かったですね良かったんだが世間が評価をできなかったと私は思いますがね、ええ、本物じゃねえかならこのワイシャツがどういうものかあなたには分かりますよね分かりません あの作品の元になったシャツですよ。ええ、これがそれは私は出版記念パーティーにあえて来たんだ評価されなかった作品のその通りシャツをその通り反抗心バカよバカどもよ 見る目のない愚かなお前たちよという気持ちですね。ああ、なるほど、これは後悔、愉快愉快、滑稽だ。その,その通りだ。はあ<っ>。馬鹿ばっかりなんだ、世間は。そうでしたか。本当に。私の、あの、名作がわからない、こっちの暗黒の騎士なんかを。芥川賞に。選んだ。ああ。書かされたわけですな、これは。私の本当の。真髄は、あの、前作にある。なるほど。それが。ここに詰まってたんですよ。そうですか。それを、あなたは。うん ここでシミを残した私ではないですこのシミはもともとあったじゃあこのシミは何だって言うんですかこのシミついてますよねつ,ついてますよじゃあこのシミはどこでついたんですかそんなわかりません私のところじゃない私のところに持ち込まれた時からもついてましたよついてませんついてましたついてませんついてました私の人生にシミはついてないそんな人生はないあなたの人生は墨だらけだ 汚れて折れたたんで、埃まみれで、砂ぼこりのま,みまったなんかそういった感じになってるはずですよ、綺麗な人生を送った人が、この作品を、見事な作品を描けるわけがないでしょうその文章、一言一句、ワイシャツシリーズの決め台詞じゃないか。 今日のところは私の乾杯だ暗黒の騎士サイン入りだサイン入りあなたに渡してやる二度と来ませんよこんな店